まだ勤務中に喋って遊んでる。笑ってばっかり。いつも心が生きたら。ね、今度のナンバーは神戸500かな。で、1075白い車。もうこれ聞いてもらわないと無理。で、運転席行ってなんかしてるけども、でしょ。なんかこう余計な会話とかばっかりして、なんか暑いよって言って笑ってるでしょ。どうでもいいんですよ、暑いかどうか。なんかどうせ車の中クーラーかかってるから。言ってること変でしょ、その女性。だからわけわかんないことばっかり言って、まあ太った髪の毛染めてるの、もともと自分が変になってるっていう自覚は多分ないんでしょうね。それこそそういう風な人間を老人の相手させちゃダメだし、老人ホーム桃源郷で私働きましたけども、まあそこの勤務者はめちゃくちゃ、箱庭っていう事務員が、まず出勤前の時間帯が、本当は9時出勤なんですけども、15分前には出勤して朝礼しろとかわけのわからんことを言い始めて、で、それ違法行為ですよって言ったんですよ。一応今日の日付を押さえておきますね、さっきの車の件。2023年です。で、一応労働基準局を通して、タイムカードの記録しか労働基準局は調べてくれなくて、500円しか振り込んでくれなかったと。で、本当はもっと最初の頃に何回も出勤させられてるんですよ、15分前に。で、その、状況が改善されたかどうかとかの報告もないから、労働基準局からね、自分たちの方が上だと勘違いしてるんじゃないですか、労働基準局の人たちが。正直仕事できてない、そんなもん証言集めたらええだけ。15分前出勤させられてる人いっぱいいる。で、給料振り込まれてないって聞いてるよ。で、朝礼終わってからタイムカード押されてるから、調べ方甘い。労働基準局の監督官として向いてない、そもそもで言うと。タイムがこうだからこうだったのかな。なんかこう撮影するとき変になってる。で、レンズが下だから、で、そこの部長の桃源郷の川原っていう人間も髪の毛茶色に染めていて、施設長も髪の毛染めてる人間で、もうその人は名前忘れましたけども、川原というものの方が部長で立場は上だったんですが、そのものもここの原山整骨院に出入りしていて、そんなもん払わへんわとか何かわけのわからんこと言ってたんですけども、部長としての自覚はまずないんですよね。自分は責任者であると。箱庭をしっかりと取り締まらなきゃならないし、名札は箱庭なだけで、本名かどうかわからないんですよ。これ本当に。どこの誰が偽名名乗ってるかわからないから、今の世の中。だから労働基準局は、しっかりと、そいつらの口座から、給与から、返金させるような形でね、出勤、身勝手にさせたっていうことで。で、正直働いてる人間に関してもかなり問題ありましたね。その、正社員として働いてる、名前忘れたんですけども、歯並び、歯が歪んでる女、正社員ということらしいですけども、ちょっとしたことで、怒鳴ってくる。
で、こちらも堪忍袋の方が切れて、怒鳴り返してあげたんですけども、立場分かってないみたいだから。あのね、おむつがずれるかどうかは、それは、入所者さんのご老人の方のね、動けばずれます。だからね、そこの働いている勤務者が、正直、仕事の状況よく分かってないんですよ。おむつは動いたらずれるから、誰かがね、しっかりそれをおむつ、人材派遣会社の人に当たってるんですよ。おむつがずれてるだの、なんだの、尿漏れが、っていうことで。だからね、大したことないなっていうことがすぐわかる。で、夜勤者の人、正直、寝てるでしょ。老人がみんな寝てるんだから、どうせ自分も寝てるんでしょ。別にそれは責めないけども、ちょっとね、本当はいろいろ老人ホームも改善しなきゃなんない。働いている人たちのね。で、男性で、まあ、うん、同じフロアで、まあ、まともに近い方と、一応ね、女性のメガネかけた主任の人はね、主任かな、たちは、いろんな用語あるから、フロアマネージャーかな、何か、まあ、その人は真面目そうでしたね。まあ、頑張ってる。最終的に頑張ってるか頑張ってないかと、だから、その箱庭が事務作業をして、人材派遣会社の人間を身勝手に、その、自分の道具だと勘違いしてる。それが多々いろんなところね、あの勤務先で見受けられる状況であって、自分たちの給与が維持できているのは、その人たちの給与ピンハネしてるから自分たちの給与が維持できてるっていう自覚はあるのかないのか、まず。で、自分が嘘を言って、法律違反を犯して、15分前に出勤させてきたんだから、あなたが全額今まで出てきた人の分、自分のポケットまで払いなさいよって。それやめてくれたらいいから。他の人が引き継ぐから。こういうこと。で、労働基準局、中央の労働基準局の人、対応したの。名前、わからない。こちらこそ調べてほしい。問題がありすぎる。労働基準局の、公務員に実力がなすすぎて。裁判のその法律見たらわかる。証言通るんだから。証言全然集めようとしなかったんでしょ？真面目に働く気ないんだったら、労働基準局で働くの無理だよ。そこはずっとゆるゆるだから、ひどい賃金叩きがずっと起きていて、君たち公務員の給与は賄えてたんだから。そこきっちりと取り締まって、自分たちの給与が下がっても、それしょうがないんだよ。地方交付税法とかあるから。一言する気ないんだったら、いらないんだよ。労働基準局の監督官として。一回、嘘だと思うんだったら、国会議員の元総理の人とかに聞いてみ。淡いケースが国会で大臣並みでいいっていうことで話通ってるから、僕の方が上や。ある意味、労働基準局への調査でもある淡井圭介の裁判はね、訴状書いたしまいやから。言ったよ。労働基準局の窓口で。で、私が聞いたわけじゃないからとか、そういうふうな話も無理やから。担当した人間、メモせんかった君たちが悪い。で、途中で意図的に労働基準局で働いてる人間が、タイムカードだけで見たらいいですねとか何かそういうことを聞いてきたんですよ。もしかしてその人は警察官、途中で電話かかる奴らが存在するから、それは警察官だったらもう無理や、警察官として。一応これ言っておきます。一応労働基準局の監督官は刑法使えるから、そこも偽物側がだいぶ増えてるみたい。一応同級生で門野っていう人間がそこでも働いてたみたいですけども、まあ髪の毛茶色に染めてるから公務員向きじゃないな。頑張って公務員になるとは言っていて偉いなって学校で先生にも褒められてたけども、門野自体は別に嫌いなわけじゃないけども、その頃学生の頃は髪の毛染めてなかったから、公務員になって髪の毛染めて人より高い給与無理だって、甘いわ。以上。まだ
今押してるんですけどね、録画終わらなくなってるんですよ。これどういう状況かって言ったら、反応してるんですよ。反応してるんですけど、録画終わらない。これどういう状況かって言ったら、データ重くさせたかってるんですよ。次撮影できなくなるでしょう。これが政府の AI のコンピューターの正体。本当ここ押してるから。撮影終わったと。画面ちょっと変わったりするんですけどね。さあ、どうしましょう。政府、行政、どれぐらいの人取り締まらなきゃならないかな。理化学研究所。これが電子機器の正体だもん。富士通 100%。ああ、富士テレビもダメだわ。産経グループ。合併するしかないわ。こんなもん、電源落としたらしまいや。